な、こうやって来るだろ、左と右で。よく明かりはその時にこっちに、こっちの場合は相手がこうやってぐんぐんってきて、こう座ろうとしたらこのここ前に出して転ばしてるだろ、内股。私モーラでやった。隙間に入って、おい戻せ、足戻せ、目を足戻せ、わかる。その場合に大事なとこ言うよ、大事なとこ言うよ、言ってて。このもちろん足をここに入れるのも重要なんだけど、戻して。実際はこれを相手にこうやられちゃうと相手が力を発揮する、わかる。それなんでこうやるとそのままうつ伏せにもなるんだよ、相手が。あ、戻せよ。そうさせないために、難しいけどグワーンってきたらこれをこっちに出す。そう、普通余計入りやすくなるし、そのままゴロンって、ひっくり返しても戻れやしょ。やめろっつってんだよ、やり返し。こういうのやってるだろ、こうやって押しくらまに。それでこれ、この相手の肘、これをこっちに出さす。そう、分かる。こうなってるところに、これをこうやって耐えてるじゃダメ、分かる。肩に行こうか。いつもこういうのやってるだろ、こうやって押しくらまに。それでこれ、この相手の肘、これをこっちに出さす。そう、分かる。マンチューで、ね、ちょっと前に立つ。ここ、私踏ん張ってるだろ、ね、ね、でここに押したってしょうがない。相手の突っ張ってる押したしょうがない。これ、この相手のこの、その肘、それ持ってる方、それをちょっと前に出してる。そうすると、この相手の、この、この押してる、この力をこうやってるから大変なのね。これを、これを、この力をこうやられてて一生懸命耐えてるだろ、じゃなくて、これをどかすことによってね、そう、わかる。そうそうそう、で、はい、一回戻り出して、だから押し返したら、あたりはこの手前に出す。せーの。そう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 。光ってさ。今年はこれをちょっとクリアしてもらうからね。これね。この右の背負い投げに対して。で、その時にできるんだろ、これだけじゃ。こっち。そうするとこっちが重要です。こっちも前に出す。見て、やめて。ここに相手が蹴りを持って、首を持って、こんな風に押し返して、あんた、蹴るのか、蹴るようにやってるのにさ、ひなこよかったよ、ミスターさんのお兄さん、あ、朝見に行ってもこれ頭差し出すの、こうなってるだろ、うん、ね、それで、これ引いただけでだ、これと襟持ったんで、ちょっと前出して、ちょっと前出してやって、自分もこう転ぶ。そうすると、たとえ投げてなくても、ね、抑え込みで入れるから。